るじゃない。どこやったんだ、止めてあったのに。なるほど。学校によってはですね、あの原発事故から側溝清掃土を埋設して貯めていたので、これ手で掘ってるんですね。なるほど、そういうことだったんだ。すいません、邪魔ですね。なるほど。
石は投げちゃうとか言ってますね。石とか異物は置いとけっていうことですね。持っていけないっていう。なんでこんな量が多いかっていうと、だいたい2012年から今までの側溝を掃除した時の土をずっと溜めていたんです。なので量が多いです。野ざらしに置いてるので、正直即効清掃土と最初からの山との違いが曖昧だと思います。今そうですね、削ってるのが本当に即効清掃土なのかっていうのはわからないですね。何かに包んであったりしませんので、そのまんま、なんていうのかな、山積みにしたっていう感じですね。厳密に言えば当たり前ですけど、石とかも普通に汚染されてると思いますけどね。石だけは放射性物質つかないとかないと思うけど、それを置き去りにされてしまうと。
Thank you.
なるほど、お水を入れて足を洗ってるんですね。足を洗ってる。なるほど。一応児童生徒が立ち入らない場所っていうことでこういうところに置いてるんだと思います。このように教育委員会言ってました。まあでも何にもね標識されてませんから本当に触んなかったかどうか謎ですね。ちょっとここで一回切ります。また後で配信します。